今日はスノ V4.5 プラスの新機能アドボーカルのいろいろな使い方を解説するよ。 V4.5 プラスを紹介する動画の時にアドボーカルはいろいろ遊べそうと言ったけど、実際に挙動を細かく調べてみると想像をはるかに超えていろいろなことができた。今日の動画はかなり長くなるけど、それでも全ての仕様は解説できないかな。本題に入る前に、前回は解説できなかったボーカルジェンダーの話を軽くさせてね。ボーカルジェンダーはボーカルの性別を指定する機能で、現在は正常に動作しているよ。効果はスタイル欄にメール、フィメールを入れた時とあまり変わらないかな。ボーカルジェンダーの方が多少効果が強いような、曲調をあまり邪魔しないような気はする。でも検証結果では明確な差は出なかった。スタイル欄より優れているとは言いにくいね。ただボーカルジェンダーとスタイル欄は併用してより効果を高めることはできる。この併用は便利に使えるかもしれないね。今回の動画でも後ほど併用を使うよ。それでは本題のアドボーカルの話をしよう。この機能はインスト曲に歌を入れる機能かと思いきや、実は本来の目的を無視して別の目的で使った方が面白い機能だよ。一番便利で実用的に使う方法はインスト曲ではなくボーカル曲に使うこと。アドボーカルはボーカル曲に使えない機能でも、正しくは歌詞のある曲に使えないんだ。ボーカル曲の歌詞情報を消してしまえば、ボーカル曲にもアドボーカルは使えるよ。メニューのソングディティールを選択して、エディットディスプレイリリックを選択。表示された歌詞を全部消してからセーブ。元の画面に戻ったらもう一回セーブ。これでボーカル曲の歌詞データが消える。一度画面を切り替えて表示を更新しよう。歌詞欄に歌詞が表示されなくなればアドボーカルを選択できるようになるよ。では本題であるボーカル曲にアドボーカル、これはどんな挙動をするかというと、基本的には現在のボーカルを消して新規ボーカルに差し替えて再生成するよ。ボーカルを差し替えて再生成、いろいろと使い道のありそうな挙動だよね。それじゃここからは実際に曲を生成してアドボーカルの効果を聞いていってみようか。
アドボーカルをボーカル曲に使った時のボーカル差し替え効果を聞いてもらったよ。アドボーカルは基本的にはリマスターと似た挙動をするよ。例えば全く同じ歌詞を入力するとほぼ同じ曲を生成することになる。少し違う歌詞を入れると違う部分だけを修正してからほぼ同じ曲を再生成する。そこそこ変更点の多い歌詞を入れると修正しきれず歌が二重になりやすくなる。でも全く別の歌詞を入力すると修正は不可能だと諦めるみたいで、ボーカルは新規生成、インストは再生成、そんな素晴らしい対応をしてくれるんだ。つまりアドボーカルは些細な修正と大胆な修正がどちらもできる一方で、中途半端な修正を苦手としている、ちょっと面白い特徴を持っているんだ。それとボーカルジェンダーやスタイル欄を使ってボーカルの性別や歌い方も変えられるけど、歌詞の変更が大きくなるほどボーカルの性別や歌い方も変わりやすいよ。歌詞の変更が少ないとボーカルを再現しようとして変更を受け付けにくい。歌詞の変更が多いとボーカルを新規生成するから変更されやすいってこと。この考え方でさっきの実例を見ればなぜ成功失敗したのかがわかると思う。このアドボーカルのボーカル差し替えはリプレイスセクションでも似たことはできる。でもリプレイスセクションと違うのは操作が手軽で分かりやすいってことだね。歌詞を消す手順はちょっと面倒だけど、あとは普通に曲を生成するのと同じ手順になる。逆にアドボーカルの歌詞修正の欠点は曲全体が再生成されてしまうことだね。リマスターと同じくらいの差が出る。元の曲と全く同じにすることはできないよ。だから元の曲を維持したままで完璧な修正をしたいならリプレイスセクション、元の曲の雰囲気が多少変わってもいいならアドボーカルで歌詞修正をするといいかな。次はアドボーカルをインスト曲に使うとどんな挙動になるのかを解説していくよ。これが本来の使い方なんだけど、この使い方が一番微妙なんだよね。アドボーカルをインスト曲に使うと、まあ当たり前だけどボーカルが追加される。より正確に言うとボーカルは新規生成、インストは再生成という挙動になるね。ここで気になるのは新規生成のボーカルは元の曲のメロディーを守るのかどうか。先ほどのボーカルの例では歌詞を変えても元の歌のメロディーを守ろうとしていたね。インスト曲だとボーカルはないけどメインのメロディーはある場合が多い。インスト曲のメロディーに合わせた歌を生成できるのかどうかは重要だよね。次はインスト曲のアドボーカルはメロディーを再現できるかを聞いてみようか。わかりやすいようにサンプル曲は誰もが知っているメロディーにしてみたよ。
にアドボーカルを使ってどこまでメロディーを再現するか確かめたよ。聞いての通り、アドボーカルの歌はインストのメロディーにはあまり合わせない。むしろ似たようなことができる。カバーの方がメロディーに合わせてくれるよ。ただ誤解しないでほしいんだけど、カバーよりアドボーカルの方が再現力は高い。カバーはメインのメロディーは再現するけど、それ以外の音は再現せず新規生成する。アドボーカルは元の曲を再現しようと全ての音を再生成するから再現度は高いんだ。ただ元の曲を再現しようとするあまり、元のメインメロディーを残そうとしてしまい、ボーカルは別のメロディーを作ってしまう。これがアドボーカルの一番の問題点だね。だからボーカルの位置が決まっている。ボーカル曲に使った方がうまくいくんだ。インスト曲にアドボーカルを使う場合は、メインメロディーがない曲に使うといいかな。ここでちょっと応用として、ステムにアドボーカルを使ってみようか。ステムは曲を楽器ごとに分割できる。楽器単独の曲データが作れる機能だよ。特定の楽器だけのデータに対して、アドボーカルを使うとどうなるか聞いてみよう。楽器単独の曲にアドボーカルを使った時の曲を聴いてみたよ。アドボーカルは元の曲を再現するけど、元の曲が音楽として不完全な場合はスタイルに応じた楽器を追加するよ。アドボーカルの面白い特徴の一つだね。それと先ほどの実例でやった通り、アドボーカルではインスト曲も作れる。ボーカル曲をアドボーカルでインストにした場合は変な言語で歌うようになるよ。スノではよくある挙動だね。インスト曲にはならないから注意。インスト曲をアドボーカルでインストにした場合はほぼ同じ曲が再生成される。ただスタイルを大きく変えたり、元の曲が不完全な曲だったりすると、元の曲の要素は再現しつつも新しい楽器を入れたりしてくれるよ。アドボーカルの基本的な解説はこれで終わり。長くなったから最後にまとめておこうか。アドボーカルは些細な修正であればほぼ同じ曲を再生成してくれる。これを利用してボーカル曲に使うことで歌詞修正を手軽にできる利点があるね。ちなみに何も修正しなかった場合はほぼリマスターと同じ挙動になる。 V4.5 プラスのリマスターは未実装だから、リマスターしたいときはこれを使うしかないね。修正する内容が大きくなると元の曲の要素と新規要素がぶつかって不自然な曲が生成されやすくなる。これがアドボーカルの一番の問題点だよ。スノで生成した普通のインスト曲をアドボーカルするとこの問題が起きてしまう。この場合は元の曲の要素を減らす、つまりステムなどで楽器数を減らすと元の曲の要素を再現しつつも空いた部分に新規要素が入ってくれるよ。アドボーカルの基本はこんな感じ。そして実はここからが応用なんだけど、アドボーカルはアップロードしたオーディオファイルにも使うことができる。しかもアップロード限定で別モードのアドインストゥルメンタルも使えたりするよ。自分で用意した音楽ファイルを使うとアドボーカルでできることは飛躍的に増える。例えばピアノでコード進行だけを弾いて、それを元に同じコード進行の曲を作れるね。
ただアップロードを使うアドボーカルは、私は今のところ解説するつもりはないよ。まず自分で音楽ファイルを用意するのはかなり敷居が高いという問題がある。次に今までとは比較にならないくらい音楽的に難しい話になる問題もあるね。音楽経験のない人にコード進行を説明するのって無理じゃないかな。そしてアップロードを使った生成は現状は微妙なクオリティになってしまう。最後の実例で聴いたベースを固定した曲、あれは実質コード進行の指定なんだけど、普通に生成した曲と比較するとかなりクオリティは落ちている。面倒で難解な話になるし、クオリティの高い曲も作れないから、アップロードプラスアドボーカルは今のところ解説動画を作るつもりはないよ。基本的な仕様は今回解説したから、やりたい人はそれを応用して遊んでみてね。それじゃ、またね。